不老不死、体のすべての臓器を新品と入れ替えるとどうなる、永遠の命、若さの泉、死の特効薬、それを何と呼ぶにせよ、人類はそれを何百年何千年にもわたって探し続けてきました。そりゃあ探しますとも、人生はこの世で最高のもの、ずっと生きていたいって思いますよね。死にゆく体を救うためにはやっぱり臓器移植が近道になるんでしょうか。臓器を常に新しいものと入れ替えていれば永遠に生き続けることができるんでしょうかね。わからない。この疑問の答えを探す前にお知らせですよ。ブライトサイドのチャンネル登録と通知のオンをお願いします。新着動画をお見逃しなく。私たちの心臓や腎臓がダメになってしまった時、臓器移植という手段を取ることができますよね。じゃあ永遠に生きるために臓器移植を繰り返すという方法は使えるんでしょうか。さすがに永遠というのは途方もないような気がしますが、寿命を臓器移植で伸ばすことは実際のところ可能なんです。生き証人は存在しませんけどね。何でも101歳という高齢で亡くなったあの有名な銀行家デビッド・ロックフェラーは心臓移植を7回も受けていたんだそうですよ。とはいえこれはあくまでも風の噂、彼の医療記録は極秘ファイルになっているんです。それでもそんな回数の心臓移植を受けたという噂が持ち上がるのがロックフェラー氏だというのは頷けます。なんせ心臓というものは結構お高いんですから。例えば可能な限り安く臓器を手に入れるためにちゃんとした医療機関ではないところに相談したとしましょう。闇市や違法臓器ディーラーといった人々に。ブライトサイド的にはこのような行為は決してお勧めできるものではありません。ですが仮に行ったとしなくてはもしも話が先へ進みません。ちょっとその価格表を覗いてみましょう。新しい肩関節や胃が必要だという人はだいたい5万円が必要になります。歯の揃った新しい下顎または胆嚢が12万円、これらを買ってもまだ15万円が余っているという場合は両方の眼球か冠状動脈を買うことができます。新しい皮膚はおよそ3センチ四方あたり1000円。これらの中でもとびきり値段の高い臓器は心臓、肝臓、そして腎臓。心臓や肝臓は約1200万円から1570万円、腎臓たった一つの価格は2500万円以上になります。それだけのお金を持っていなければ臓器移植を受けることができません。しかもこれは闇市の格安価格、品質も安全性も全く保証されていません。正規の臓器はさらに高額。新しい心臓は1億円ぽっきりを支払う用意がなければ諦めるほかありません。ちなみにこれは臓器単品のお値段、移植手術の費用は別途となります。これら全てのお金の話を考えると、不老不死は世界にほんの一握りしかいない大金持ちにしか許されていない選択肢だということになるでしょう。では仮に全ての費用を賄えたとしましょう。これだけのお値段で移植された臓器は私たちの寿命をどれくらい伸ばしてくれるんでしょうか。平均的な話をすれば、腎臓や肝臓移植によって伸びる寿命は20年、結構長いかもしれませんね。まあ永遠には程遠いですが、さらに長く生きようとするともう病院住まいをすることになってしまうかもしれません。1000年の年月を生きるため必要な心臓移植は31回、腎臓移植、肝臓移植はそれぞれ47回となります。しかもこれは移植した臓器に問題が起こらなければという話。しかしどうして心臓、腎臓、肝臓の話ばかりをするのか。それはこの臓器なしに人は生きていくことができないからなんです。また新しい臓器を体が受け入れてくれるかどうかもある意味複雑なギャンブル。免疫系は新しい臓器を体への侵入物とみなし、一斉攻撃を始めてしまうことがあります。ですから臓器移植を受ける患者さんは、医薬品によって免疫力を低下させ、臓器を受け入れやすい体制を作らなくてはならないんです。免疫力を低下させることの欠点は、もちろん感染症にかかりやすくなってしまうこと。結果的に腎臓も大わらわになって、
最終的には腎臓移植も必要となってしまうことでしょう。臓器を一つずつ入れ替えることに成功したとしても、脳は結局死んでしまうのではないか。脳の老化の問題はどうなるのでしょう。現代、人が自然に達した最高齢の記録は、フランスのジャンヌ・カルマンという女性が持っています。彼女が1997年に亡くなった時、そのお年は122歳と164日でした。彼女の長寿の秘訣は何だったのでしょう。この記録を超える寿命は実現可能なんでしょうか。ボストン大学のニューイングランド百寿研究プロジェクトは、100年以上生きた人の遺伝子を集めた研究に心血を注いでいます。研究の指揮を執っているトム・パールズ博士は、老化に伴う疾患を予防する遺伝子を発見したとしていますが、その探求はまだ始まったばかり。パールズ博士は、臓器移植をしたとしても、人間は130年以上は生きられないだろうと考えています。また、老化や寿命は遺伝子にすでにプログラムされているものだと信じている人は彼一人にとどまりません。アーバインのカリフォルニア大学環境生物進化学部の教授であるマイケル・アール・ローズ博士は、交配によりこの老化遺伝子を欺くことに成功。メトセラバエと呼ばれる長寿の種を作り出したんです。これは本来の寿命である40日から50日ではなく、120日の寿命を持つ新種の見栄え。もっとも同様の手法で人間の寿命を伸ばすことができるかどうかは、まだ科学的には解明されていません。長寿の人は脳に関連した疾患にかかるリスクが高く、不老不死の問題点もそこにあります。頭部や脳移植に関しては、科学の世界で様々な論争が巻き起こっている真っ最中、まだ明確な答えにはたどり着いていません。俺の頭の中のものを分けてやると誰かに聞かれて、いくらでと聞き返す時代がやってくることがあるのかもしれません。臓器の話はまだ終わりではありません。実は私たちの寿命を伸ばしてくれるのは人間の臓器だけではないんです。それが豚の臓器。メリランド州ベセスダにあるアメリカ国立衛生研究所の心臓専門医モハメド・モヒウッディン博士と彼の研究チームは、5頭の猿に豚の心臓を移植するという実験を行いました。豚の心臓は元の心臓と入れ替えたわけではなく、その循環器系に接続されただけでしたが、最終的にうち1頭の猿は移植された心臓を3年も機能させ続けることに成功したんです。猿は人間に最も近い生き物。猿に移植された豚の心臓が機能するのであれば、人間の体でも機能することになるかもしれません。ちなみにそれなら猿の心臓を使えばいいじゃないかという考えも浮かびますよね。可能は可能なんですが、豚の方が数を増やすことがずっと簡単で安価なため、そっちの方が適しているんだそうですよ。とはいえ、豚や猿の臓器をそのまま使えばいいかというと、そうも言えません。人間の免疫システムに簡単に拒絶されてしまいますからね。人間の臓器だって脳と言われることだってあるんですから。しかし現代医療はすごい。科学者たちは新たなアプローチを考え出しました。それが幹細胞。幹細胞は簡単に増やすことができ、またどんな種類の細胞にも変化する力を持っています。臨床の場ではドナーから臓器だけでなく幹細胞ももらった患者は、免疫関連の医薬品抜きで長期間過ごすことができるんだそうですよ。幹細胞は移植された臓器の小さな免疫システムと、移植先の患者の免疫システム同士が仲間になる助けをしてくれるんです。そうすることで新たな臓器は拒絶されなくなるというわけ。これはもう免疫そのものを移植しているようなものですね。でも最も重要なことは、それがうまくいくということ。それが何よりも大事ですからね。細胞や臓器を手に入れるためには、その他の生きている人の体に傷をつけなくてはなりません。でもそんな心配も過去のものになりつつあります。現代の素晴らしい科学力によって実現した別の方法、それが 3D バイオプリンティング。科学者は現在、血管や心臓弁、皮膚、幹細胞などをプリントアウトさせることに成功。近い将来には完全に機能する臓器をプリントすることができるようになると言われています。もちろんこの研究には時間と労力がかかるため、正確にいつ実現するかということまでは分かりません。
でも科学者たちの探求はまだここでは終わりません。ハーバード大学ウィス生物工学研究所の創設者ドナルド・イングバー氏はチップ上で臓器を再現することに成功。これらの機器には特定の臓器の細胞が埋め込まれており、本物と同様の機能を持つんです。腎臓、肝臓、肺、そして腸のチップはすでに開発済み。臓器の代わりに擬態やサイバネティクスを利用するという時代がついにやってくるのかもしれませんね。とにもかくにも未来が楽しみです。その日を待つまでせいぜい寿命を伸ばすとしましょうか。私たちが行っていることで私たちの寿命を最も縮めているものは何なのでしょう。いえ、タバコじゃありませんし、ジャンクフードでもありません。もちろんこれらはやめましょうね。実は私たちの老化の最大の原因は呼吸なんです。とはいえ、呼吸の数を少なくすれば寿命が伸びるというわけではないようです。呼吸は私たちの細胞を酸化させ、弱め、死に至らしめます。まあ酸素の代わりに吸うものが見つからない限り、これは避けようもありませんけどね。でも科学の成長速度を考えれば、いつの日か不老不死が本当に実現するのかもしれませんね。皆さんはどう思います？皆さんは永遠の命を欲しいと思うでしょうか？それとも自然に与えられた体はいじらない方が良いと考えるでしょうか？コメント欄で教えてくださいね。動画を面白いと感じた人は高評価ボタンとお友達へのシェアをお願いします。では皆さん、次の動画でお会いするまでお互い健康に過ごしましょう。それでは。